こちらはアメリカ・テネシー州の動物園で飼育されているメスのジャイアントパンダヤーヤーですこの動物園では先月別のオスのパンダが死んだばかりで衰弱したように見えるヤーヤーの映像が拡散すると中国の SNS では園の管理に批判が相次ぎましたただヤーヤーはすでに野生の平均寿命を超えているとされ現地で調査した中国動物協会は 皮膚病を患っているが、食欲は旺盛で体重も安定しているとの見解を示しています。ヤーヤーは来月中国に返還される予定で、北京の動物園で受け入れ準備が進められています。